コスシン横浜スケートセンター横浜グリッツは神奈川県横浜市を拠点にアジアリーグアイスホッケーに所属するアイスホッケーのクラブチームである宇い両人ら慶応義塾大学アイスホッケー部 OB により2019年5月発足運営はグリッツスポーツイノベーターズが行うホームリンクはコスシン横浜スケートセンターチーム名のグリッツはやり抜く力を意味する 特色として、プロ選手でありながら会社などでの勤務も並行する、デュアルキャリアを全面に押し出している。2020年6月2日、2020から2021シーズンからの日本、韓国、ロシアで構成する、アジアリーグアイスホッケーに加盟決定。東京周辺にホームを置くチームとしては2009年ハイブの西部プリンスラビッツ以来12期ぶり、夢と生きる活力の創造を目指している。 チーム名のグリッドにはやり抜く力という意味。2019年5月にグリッツスポーツイノベーターズ株式会社代表取締役で北海道生まれの薄い両人は日本のアイスホッケーをメジャーなプロスポーツに物心ついた頃から身近にアイスホッケーがあった自分の青春は競技人筋だった。現在アイスホッケーだけでは 生活がままならないというシビアな現実で多くの才能が渦漏れてしまう状況を打開したい。ためにアイスホッケーを野球、サッカー、バスケットボールに並ぶメジャーなプロスポーツにしたい。競技に情熱を注ぐ次世代や現役アスリートたちが夢を持ってプレーできる環境を整えたいという理由で横浜グリッツを発足した。順位、内はリーグ参加チーム数。 2020から21は、新型コロナ禍で中止。日本の国内5チーム対抗戦、アジアリーグアイスホッケージャパンカップ2020、開催なし、トレスサヨコハマにて、出陣式、グリッツとパーズは、横浜グリッツオフィッシャルチアリーダーズ。チーム名、トパーズは11月の誕生席。所属先は株式会社ネクストフロー。ディレクターは、 ワールドチアリーディングユニバーシティチャンピオンシップ2015ポン部門1位などの受賞歴を誇る大島夏美が務めるありがとうございます